今日お送りしますのはクッパジュニアの魅力を語るほのぼの系動画です。見たところほのぼのとは縁遠い状況に見えるけどな。まず一つ目の魅力ですが、ブラウンのユーモラスなデザインが素敵ですよね。乗ってから主語を置き換えるな。何か始まりそうな画面だけどスゴロクバトルじゃない感じだね。今から始めるのはサバイバル、オンラインで相手が集いミニゲームでバトル、何連勝できるかっていうモードです。そしてただ遊ぶのもあれですので目標を設定します。ズバリ7連勝です。7連勝？途中1回でも負けたらやり直しって考えると難しそうだよ。いややってやりますよ。前のマリオメーカーの挑戦では悲惨な結果になりましたから、ここでお名返上ですよ。そういうことなら目指せ7連勝だね。でもなかなか集まらないね。発売から結構経ちましたからね。まあそういう時はカットです。ささっと飛ばしてバトル開始です。よし、結局残り1名来なくて CPU になりましたけど満を持してサバイバル開始です。ミニゲームの内容は最初に選ばれた3つの中から投票して決められます。へえ、見た感じペンギン大行進大人気だね。僕の好きなゲームの部類でしたのでこれにしましたが、満場一致で決まりですね。右側から押し寄せてくるペンギンを避け続けて表情に留まることができればクリアです。とにかく避けるゲーム、最初の一戦は勝ちたいところだよ。幸いこのゲームは生き残れば複数人残っていても全員勝利になります。だからこそ僕はこう宣言したい。みんなで行ってクリアしましょう。まずは0連勝突破です。あたかも進展があったような口ぶりだな。惜しかったよ。あと少しでクリアだったね。ぬぅ、幸先のいいスタートは切れませんでした。それにもしこのまま初っ端から負けてたら目標どころじゃありませんね。落ち込むのはまだ早いよ。ほらクッパジュニアも励ましてるよ。それはもちろん嬉しいのですが、欲を言えばジュニアに賄賂を渡して7連勝ってできませんかね。半分犯罪ですけど。十分犯罪だな。早速再挑戦。今度は4人揃ったね。ミニゲームは確か右以外のは動画で遊んだことありましたよね。ってことで右のミニゲームを選んでみましたが、どっちが選ばれますかな。それなら選んだ方になると嬉しいかも。どうかな。お、特にこのゲーム得意というわけでもなく、なんなら苦手意識すらありますが選ばれましたね。動画的な考えが先行して連勝が危ぶまれているな。だってこのゲーム奥行きがつかみづらくて、なかなかブロックが壊せないんですよ。ブロックの中にある巨大キノコを見つけて相手を全滅させなきゃいけませんのに。てった、最初の巨大キノコは僕のものですよ。やったね、これであと2人だよ。すぐさまあと1人に。ではこのタックルであなたを病院送りに。あー、避けられた。不成功による心の痛みを癒すべくカウンセリングを受けに行きたい所存です。どう転んでも医療機関だったのこうむるな。次はマリオのターン、なんとか耐えないとだよ。時間的に次のタックルが最後のはず。うわ危ない。しかしなんとかしのぎましたよ。さあ今度こそタックルを決めて全治1ヶ月の肋骨不全骨折を受傷させますよ。緻密な犯行予告だな。しかしなかなかキノコが見つからない。ここよし的中。お、ここで勝負を決めたいところだよ。待ってください兄さん、弟の成長した姿を間近で見てよ。偉大なる実勢に征服せよ。傲慢な態度から伺える誤った成長。これでまずは一勝。ここから連勝の始まりだよ。そういうことですよ。次のバトルも張り切っていきましょう。まずはマッチング。ほっと、次のゲームは1対1みたいだね。シンプルに相手が1人ですので4人ミニゲームよりは勝ちやすいと言えるでしょう。ここは負けられない。さあどなたか釣られ、僕が相手になりますよ。お願い、誰か僕と遊んで。相手にもされない惨めな有様だな。時間もあとちょっとだよ。あ、ギリギリできてくれたよ。ありがてえ。では気を取り直していざ勝負。選ばれるミニゲームはギリギリ宇宙遊泳。あれですね、ひたすら隕石を避けまくってゴールを目指すゲームです。隕石のスピードは緩やかですが、動くと慣性が働きまくるので操作が難しいんですよね。慣性を考慮した慎重な操作が求められるな。見た感じより難しいゲームってことだね。そういうことですが、この僕にかかればノーミスクリアも夢じゃありませんね。これらの隕石は地球に衝突すると判断し排除しました。地球に深刻な危機が迫っている体にしてでも正当化を図ろうとするな。あれ、よく見ると見たことある形の隕石があるよ。甲羅の形ですね。あとクリボーのものも確認できますね。マリオキャラの形の隕石が偶然できるなんて面白いね。マリオに倒された敵は最後石になり果てて宇宙を彷徨うのかのですね。怖い怖い。大局的な考察だな。しかし気づけば結構差が出ていますので、この調子なら勝てそうですね。おう、体が大きなドンキーだと苦戦しちゃうのかもね。そうだとしたらドンマイですね。量子隕石ゾーンを超えました。あとはゴールを待つのみ。これで2連勝です。やったね、この調子でファイトだよ。任せてくださいよ。この中だと僕が最も連勝してます。圧倒的格上の実力をお見せしましょう。圧倒的実力を言明できるほどの差があるとは思えないな。なんとなくクッパゲームを選択。とばらけましたね。どのゲームも波乱の予感がするけど、どれになるかな。カプカアイランド、攻撃をかわしつつ陸にとどまるゲームですね。もうね、ペンギンやら隕石やら避け続けてきた僕にとって大砲の弾など恐れるに足りませんね。その中で地面的に最も危険性の低いペンギンに切敗してたけどな。ってドンキーが姫を、兄さん一緒に止めに行きます。兄さん、偉大なる実勢の存在に嫌気がさしたのかもな。あの傲慢な態度が追いつくことがあるのですか。でも結構大砲の弾外れてるのは嬉しいね。そうですね、スマフラグの香りがしましたので回避です。積み重ねた経験による鋭敏な感覚。とにかく落ちないように注意しつつ攻撃さえ食らわなければ大丈夫。大丈夫なはず。誰か大丈夫だって僕を励まして。大丈夫だよ、メンタルの強度には成長が見られないな。あと3秒だよ、頑張って。おー頑張るぞー。
やる気出した直後攻撃が終わるってなんか寂しいですね。生き残ったんだから文句言うなよ。そうだよ、これで3連勝達成だよ。いやー流れに乗りましたねこれは。もう7連勝手前あたりまでテキパキ進めましょう。お次は落ちる中水子バトル。数字が0になると開いてしまうパネルの上でバトル開始です。パンチやキックもありの大乱闘だよ。さあ目標達成に向けて邁進ですよ。これに3連勝ぐらいパパッと行く流れじゃないんですか。敵はよく目標達成を遠ざけただけだったな。残念だよ。これでまた1からやり直しだね。はい、ですが難しい挑戦だとは思っていましたし、手応えはありましたから、ここから一気に上り詰めますよ。そうこなくっちゃだよ。二人がかりはやめましょうよ。ラブ&ピースですよ。オッセリティ&スプライス。この悲しいどこにぶつければいいんですか。向ける先のない愛情だな。4人ならマッチングしますね。やっとゲームができますよ。一周回って楽しく思えてきました。気をしっかり持ってよ。ピーチ姫落ちろ、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 ピーチ姫落ちろ。だけどゲームは勝利だよ。なんとか3連勝まで戻ってきましたよ。幸いマッチングもしましたし。こんなに大変なことになるなんて、もうここで7連勝いくっきゃないよ。時計の針をジャンプで避け続けるブルリンクロック。勝ちで勝ちたいので黙ってやります。だったら私とマリサで実況するよ。集中したいので2人もお静かにお願いします。実況活動の本文を完全に逸脱したな。もうダメ、もう無理。諦めちゃダメだよ。ここが踏ん張りどころだよ。しかもキャッチャーバグって画面カクカクですし、そこは諦めるしかないな。もう限界が。あ、やったよ。ラッセルの粘り勝ちだよ。やばい、このチャレンジ連勝するたびに重圧が増していきます。それに打ち勝つんだよ。ここのミニゲームは暗闇でガッハッハ。いや、僕は笑える状況じゃないんですけど。ミニゲームの名に腹を立てるな。ここもクリア。でもラッセルはリラックスした方がいいよ。そうですね、張り詰めた気を緩めて挑んでいかなきゃですね。あと2勝で鮮やかなマッチヒットなるこの挑戦、ここも勝ち抜いて王手をかけたいところです。それなら得意なゲームにしたいけど、今選んだ左のゲームは自信があるの？そういうわけでは。左のは先ほどのゲームに似てますので、弦を担ぐ意味を込めてこちらにしたんですよ。なるほど、でもそんなに似てるゲームだっけ。まあどちらもジャンプで避ける系ですし、時計の針と炎打って似たようなもんでしょう。識別能力低いってレベルじゃないな。時計の針が30ってね。うまいこと言ってごまかすな。結局いろいろキノコで弦担ぎはできなかったね。キノピオが挙げた旗の色以外の足場が沈むので、その足場に移動して生き残るゲームですね。最後の一人になるまで続くというルール上、相手の妨害も視野に入れるべきだな。視野に入れるどころかこちらも率先して妨害するべきでしょう。ほら見てくださいよ、相手を踏み続ける兄の姿。弟を思ってやり方を示しているんですよ。そのような行為ではなく、責任に基づいた行動だと思うけどな。次は紫、ちゃんと乗れたね。ですがヒップドロップでぺしゃんこ、こうなると一定時間行動不能です。ですのでここのタイミングで踏み潰せば、おう、そうやったらお相手さんを倒せるってことだね。これで残るはロゲッタただ一人です。さあ次の色が決まった時があなた様の最後ですよ。床が上がってきたよ。でも楽に踏まれてるよ。鉄骨ピンチ、よかった赤色乗れた。まだまだ勝負はここからですよ。そんなに僕との一騎打ちがお気に召さなかったのですか。死された途端ずる深刻な人気バイアス。それよりもこれで6連勝、あと1勝で7連勝達成だよ。言われて確かに、ついにここまで来ましたね。次の一戦に余力の全てを注いで挑みますよ。これはもう期待するしかないよ。あれ、暗転したまま動きませんね。もしかしてだけどゲームの電源が落ちちゃってたりしてないよね。いや、ゲーム機は起動した状態のままだな。かといってフリーズした感じでもなさそうですし、少し待てば進展があるでしょう。あ、このタイミングでタイムアウトですか。またゲームの最初の画面に戻されるやつだね。はあ、全く今から一番盛り上がるタイミングですのに。まあいいでしょう。気を取り直して7連勝の目標達成をかけたミニゲームにいた挑戦です。見てるこっちもドキドキしてきたよ。ん？今僕6連勝ですよね。5勝になってるのおかしくないです。え？やっぱおかしくないですか？絶対おかしいですよね。どういうこと？疑問を抱いたまま始まるミニゲーム。嘘でしょ。まさかあのタイムアウトで6連勝がなかったことになったの。え？途中で終わったとかじゃなくてしっかり勝ってたはずなのに。あまりにも理不尽、ありなんですかこんなの。気持ちはわかるけど今は目の前のバトルに集中だよ。そう言われましても。そうだ、こういう時は楽天の発想です。ここで負け最後との道7連勝ならずで終われますね。辛い現実から目をそらすためにさらなる震災を舐めようとしているな。でもやっぱり負けたくない。追加の動きが早い。へぇ、とにかくゼロになる床から離れないと。残り時間わずかですし、確かに生存第一で動くべき。そしてこれで、生き残ったので勝利扱いになるはずです。よかったよ、これで今度こそ6連勝だね。ですがこれちゃんとカウントされてたら目標達成だったはずなのに。そのことを考えても悲しくなるだけだよ。そうなんですよね。あーもう引きずってても仕方がない。やってやりますよ、あと一勝。大隊長かっこいい。そう、あらゆる苦難を乗り越えてここまで来たのです。3回キラーにぶつかると負け、その前には相手を全滅させますよ。僕の優位ヒット、とご覧あれ。
このタイミングで例の字幕が出ないってことはこのミニゲーム僕勝てるんじゃないですか。ネタ読みやめろ。キラー飛びまくりの激戦だよ。そしてラッセルの作戦は作戦ねー。まあ一言でまとめるならば、下手な鉄砲を見せびらかして陣地組む外を装い、リーダーを誘いつつ自分を狙う優先順位を下げていきながらいる作戦。端的に言い表してからが乏しいの一言。でも今のところはラッセルのダメージだよ。しかし右のロゼッタも同様。あぜダメージのない僕を狙いに来たっぽいですね。それなら僕もあなた様を狙い撃ちさせていただきますとも。ここから反撃の時だよ。で外してしかもまた攻撃されてるよ。うへぇ、しかし崖っぷちでも一発落点を狙いますよ。これで僕の7連勝の夢終わったん。過酷な道のりに反してあっけない最後だったな。このゲームの結末は勝者は誰に。決着ですね。ロゼッタの方お上手でしたので順当な結果ですね。悔しいけどそれなら仕方がないね。本当に悔しい。あと一歩でしたのに。しかしまあこれで証明されました。キリッとした感じで中央に字幕を置くと絶対良くないことが起きますね。なぜ7連戦目でそのジンクスを当てはめる暴挙に出たのか。というよりあの6連勝目がちゃんとカウントされていればもう実質目標クリアでしょうもん。それにこれ以上続ける気力も残っておりませんし、ここでチャレンジ終了とさせていただきます。お疲れ様だよラッテル。ナイスファイトだったよ。ありがとう。視聴者の皆様もここまでのご視聴ありがとうございました。